皆さんこんにちは。ファボリムジーク音楽教室サックス講師の荒川真奈です。動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今日はコメントでリクエストいただきましたアンブシュアについてお話ししたいと思います。アンブシュア編その2ということで、今日はマウスピースをどこまで加えたらいいかというお話をしたいと思います。よくマウスピースを加える時に1から 1.5 センチぐらいというふうに言うと思うんですけど、実際に加えているのは、2、3センチぐらいのところなんじゃないかなと私は思っています。じゃあ何が1から 1.5 センチなのかと言いますと、上の歯の位置、マウスピースから、1から 1.5 センチの場所に上の歯をしっかりガチッと当ててあげたいっていうのが、アンブシュアのいいポジションなんじゃないかなと思います。上の歯の位置なんですけれど、1から 1.5 センチぐらいのところに歯を置いてあげて、実際に歯よりもこう前に唇がこう覆うようになると思うので、実際に加えてみて、例えば手鏡なんかを使ってご自身の唇の、どのぐらい覆っているのかなっていうのを見ていただくと、加えていただいてこうやってちょっと唇に当たる部分を押さえていただくと、だいたいマウスピースの先端から2センチから3センチのところに、唇の先っちょがあるんじゃないかなと思います。マウスピースパッチを貼っている方なんかは、上の歯の位置どこに置いているのかなっていうのは跡がつくので分かりやすいと思うので試してみてください。それからマウスピースアンブシュアを作る時にですね、口をすぼめるような形を作ると思うんですけれど、口をすぼめてそれをキープするための筋肉を使うためには、上の歯は下の歯よりも前になければならないと思うんですね。なので、カチッと噛み締めていただいた時に、例えば、わざと下の顎をちょっとこう上の歯よりも前にこう、突き出すような形でやってみて口をすぼめようとするとすごい難しいと思うんですね。なのでそうではなくて、下の歯よりも上の歯の方が少し前に置くようなイメージでアンブシュアを、上の歯と下の歯を置いてあげるといいと思います。なので実際、私の場合は上の歯が1から、1.5 センチまではいかないですかね。1.2、3センチのところに上の歯を置いて、その後に下顎がついてくるような形になります。よく下の歯をこう合わせてから上の歯を置く方がいると思うんですけれど、そうしてしまうとちょっと下顎の方が出やすくなったりするので、私のおすすめとしては上の歯をまず 1.5 センチ、1センチから 1.5 センチのところに置いてから、歯を出しておいて、その後に、下顎を合わせてあげるようにしてあげると自然なアンブシュアが作れるんじゃないかなと思います。いかがでしたでしょうか。また次回の動画も楽しみにしていてください。この動画が参考になったよと思ってくださった方はグッドボタンをお願いいたします。チャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。この動画への感想、また質問、これから取り上げてほしい課題などがございましたら、ぜひコメント欄に書き込みをお願いいたします。実際にレッスンを受けてみたいなと思ってくださった方は、favori musique音楽教室までお問い合わせをお願いいたします。それでは動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。